ってみました。あー、いけます。あー、まあでもしょうがないな、これは528ゲーム投手が21本。あー、ゴッドが良かった。姉ちゃん全然来ないな。ちょっと姉ちゃんのところ行ってこようかな。さっきね、うん、ちょっとお手洗いの代わりに来たときから。あ、見たのか。いなかったんです。いなかった。え、いないってどういうこと。いや、なんか席を立ってて。え、まさかおとんが外線かソープとか言うからそっち行ったんじゃないんだろうな。何ですか、外線かソープ。あ、朝に言ってたじゃないか、お前は外線かソープだよって。いや、じゃあ姉ちゃんが、姉ちゃんがソープの方が確実とか、まさらでもないこと言ってて、そんな嘘だろ。まさか。あの、そこから聞いた人は、うん、あの、俺、本物の6年生って。いや、6年生じゃあ、俺とペロが訪問茶碗行きたいって言うから、うん、したら、私もって言ってたんだよな、自分は。うんうん、言ってた。うん、何言ってんだと。お前は確実に稼ぐマシンなんだから、うん、ゴッドかソープで好きな方行けって言ったら、ソープでもいいかなって言ってたよな。姉ちゃん、意外ともう考え方がダメなんだって。あいつラフだよな。だいぶラフだよな。